で、プロペラは必ず折りたたみ式のやつはまっすぐしてやると、はい、いうことが大事です。DJI Go 4はフライと違って、まあ、いろんな設定ができます。ただし、GPS オフにはできません。Mavic 2の場合、ファントムまではできましたけども、これはできません。前方とかいう、まあ、障害物センサーオフです。そして、ポジショニングですね、下のポジショニングセン、ビジョンセンサーもオフに DJI Go 4はできます。フライはこれができないんですね、はい。そして GPS が入ってないので ATTI モードになっています。はい、まあ、これで、ちょっとデンジャラスなんですけども、はい、これでですね、やっていきたいと思います。はい、じゃあスタートします。機体がでかいから怖いですけども、ミニ2よりは安定してます。はい、ミニ2よりは安定してます。結構揺れますね。はい、それではピルエットホバリングいきます。開始0123456789101112131415161718192021212324。はい、なんとかクリアです。今度反対回りいきます。ピリエットホバリング開始0123456789101112134151718192021212。まあ、なんとか正解です。これ6畳の間なので、だいたい横が 2.4 メートルですかね、あの狭い、2.2 メートルぐらいですか。だからこの中で回しているということは2メートルの中入っているということで、私は考えてます。はい、まあ、こういったですね、まあ、危ないことやってますけど、とにかく、私、ヤブから帰ってから、まあ、ずっとそのミニでですね、この、ホバリングやり続けてます。やはりですね、これ基本なんですよ。私も、練習はですね、よくやってたんですけど、最近このホバリングの練習をしてませんでした。はい、でやっぱりですね、これが基本ということで痛感しました。でこの操作、これがですね、できると、他のですね、普通に飛ばす時のですね、制御、これも割とできます。やっぱりこのスティック操作ですね、これがやっぱり大事なんですね。はい、滑らかなスティック操作ができるかどうかで大事です。ホバリングでこうビタッと止めるっていうのが、操縦のベースということで、このスティックの操作ですね、これをちょっとで徹底的にやってもらった方がいいのかなと思います。はい、以上です。下ろします。